の架け橋。中継がタイの金田彩香さんとつながっています。タイの金田彩香さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、6月の第4週目ということで、今週のお題はお国料理を作ってみようと音楽になります。そしていつものタイ語もよろしくお願いいたします。はい、はい、タイでね、彩香さんがアパートに引っ越してからちょうど3週間ぐらいですかね。そうですね、うん、いかがでしょう、お料理作ってみましたでしょうか。そうですね、結構毎日ちゃんとお弁当を作ってですね、会社には行ってるんですけど、はい、ちょっとなかなかタイ料理はまだ全然作れてなくて、はい、ちょっとそろそろね、タイ料理も挑戦したいな。ちょっとあんまり作り方もあんまりよく分かってないので、はい、誰かに教えてもらいたいなとは思ってるんですけど、はい、ちなみに毎日作ってるお弁当はどんな感じですか。あ、もう普通に日本食で、本当に自分用なので適当で、結構毎日茶色いお弁当なんですけど詰め弁ですか。詰め弁、おにぎり。そうですね、もう本当に土日に結構作り置きをいっぱいして、うんうんうん、それをそうですね、平日詰めてちょっと行くみたいな感じですね。はい、ちなみに彩香さんのお気に入りのおかずって何ですか。なんだろう、なんか結構もうクックパッドとかで調べて、その材料であるものを作ってっていう感じなんですけど、はい、そうですね、まあやっぱりお肉がやっぱり好きなので、お肉がいいかなというお肉好き、はい、ちなみにお肉は鶏、豚、牛、タイではどれも全部普通に手に入りますか。気軽に簡単に。そうですね、一応手には入るんですけど、はい、やっぱり日本と同じで鶏肉が一番お安いですし、はい、まあそうですね、タイもやっぱり鶏肉料理、まあ、豚もありますけど、鶏、はい、豚が多いので、牛はちょっと少なめかなっていう感じではありますね。はい、まあ、鶏肉の方がヘルシーですしね、女性にとっては、うん、そうですね、はい、なんか先日グリーンカレーを作ったみたいなことをおっしゃってませんでしたっけ。あ、そうですね、うん、結構前ですけどグリーンカレーは作って、それもちょっとスープジャーとかに入れて持ってったんですけど、いいですね、グリーンカレーで、うん、はい、グリーンカレー作るときに、タイの調味料でナンプラーっていう、はい、ナンプラー、まあ、魚醤ですね、はいはい、を買ったので、はい、ちょっと最近ハマってる、こう日本とタイのちょっと合わせ技みたいな感じで、お豆腐と冷ややっこにナンプラーをかけて食べるのは少しハマってます。美味しそうですね、豆腐プラスナン。タイ暑いですからね、湯豆腐じゃないですね、冷たいお豆腐ね。そうですね、ちゃんと冷やして、冷ややっこにナンプラーと、あと あればパクチーとかをかけると少しアジアンな感じになって美味しいかなと思うので、もしよければ試していただければと思います。そうですね、ナンプラーとパクチーだけでもうなんか日本料理じゃないですもんねそうですね、ちょっとそういう和タイミックス料理みたいなのは作ってますはい、まあ、グリーンカレーの他に何かお弁当もしくはまた作れるものが出てきたら、来月お題になりますけれども、教えていただけたらと思います。はい、はい、なんかタイの音楽ってありますか。音楽はそうですね、あんまりタイの音楽ちょっと聞いてなくて、うん、最近本当に一番最初に、タイに来た時に、はい、タイ人スタッフが音楽を聴きながら、ガンガン音楽を聴きながら仕事をしているっていう風にお伝えしたんですけど、はい、やっぱりその時もやっぱり皆さん聴いてるのってなんか結構洋楽であったりとか、うん、あとやっぱりこっちでも K-POP っていうのはすごく流行ってるので、はい、そういうのを若い子は聴いていたりして、こうタイのザ・タイのなんかタイ語の音楽みたいなのもちょっとなかなか聞く機会があまりなくてですね、はい、インドだとね、結構たくさん音楽出回ってるっていうのもなんですけど、聞くこと多いですもんね。そうですね、インドだとやっぱりね、映画の音楽とか聞いてたりとかっていうのがあるんですけど、やっぱりでも若い子とかももう本当にボーダレスになっていて、はい、結構世界各国の音楽を聞いてるのかなというふうに思います。じゃあもうどこの国も若い人は変わらないということですよね。
そうですね。こんな風にインターネットが普及して、中継が簡単にできるようになったということもあるので、いろんな国の音楽が自由にねダウンロードして聴くことができますもんね。そうですね、やっぱりね、ちょっと若い子はやっぱりそういうあのね、あの海外、まあアメリカであったりとか K-POP みたいなのが好きなのかなと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたら、今日の今週のタイ語彩香さんセレクトなんでしょうか。はい、これ結構使えるかなと思うんですけど、はい、まあ、なんか例えばレストランとかに行った時にこう、あ、なんかこれが美味しそうってこうあのメニューで思った時に、はい、まあ、そのメニューの名前が読めなくてもこれくださいみたいな、はい、これっていう、あの本当にこれ、this っていう単語ですね。this one please みたいなのと一緒ですね。はい、これ、this、はい、まあ、あの本当に、はい、単純にこれってだけなんですけど、うんうん、はい、はアニーって言います。アニー、アニーって言えばいいですね。はい、アニープリーズっていうのが多分伝わると思います。アニープリーズ、プリーズはもう英語になっちゃうんですね。はい、でももうタイだとごちゃ混ぜで通じそうですね。これとか言っても通じそうですね、指させば。そうですね、まあ、これは結構汎用性があると思うので覚えておいてもいいかなと思います。アニーですね。はい、はい、ありがとうございます。あのアパートに移って、まあ、1ヶ月まだ弱ですけど、何かあの変わったこととか面白いこととかありましたか？そうですね、でも全然トラブルとかもなく、うん、まあ、本当に普通にあの住めているので、うん、私インドに住んでた時は本当に最初の住み始めとかはあの棚が、備え付けの棚が落っこってきちゃったりとか怪我とか、それが唯一の怪我っておっしゃってましたものね。あの病院に行ったブレーカーがはい、あとブレーカーが落ちちゃったりとか、こうね、あのコンセントから火花が散ったりとか、インドではあるあるなんですけど、はい、タイはあの全くもって何のトラブルもなく、あの快適に過ごせてます。もう冷房も快適で、はい、そうですね、はい、よかったです。ありがとうございます。じゃあ今日はアニーということで、はい、タイ語いただきました。あの来週第5週目になるのでまたご連絡したいと思います。はい、ありがとうございます。何かお話したいことがあったらお知らせください。はい、本日この時間は川越の架け橋、タイの金田彩香さんとの中継でした。彩香さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また来週よろしくお願いいたします。